はい、ただきました。次2番三浦正樹選手です。バイク漫画モトジム作者のモジョミミ先生、今ですね、ゴールドバイでまたね、新しい漫画を書いてらっしゃいますので、こちらの方もよろしくお願いいたします。さあ、その三浦選手なんですけれども、マシン GXR7 の、タイムが1分54秒453となっておりますけれども、このタイムどれぐらい縮めることができるんでしょうか。 A クラスとしては少し物足りないタイムですけれども、さあ、これをどれぐらい縮めることができるんでしょうか。できれば3、4秒欲しいんですけれども、通過タイムは35秒ぐらいですね。さあ、これをいい結果につなげていくことができるんでしょうか。さあ、外野も帰ってきたのが武井選手。前走がミスコース、タイムは残っておりません。このタイムは二三歩になる。1分49秒です。はい、スタートしました。熊野選手ですね、前がエイトスタート、 NSR250 ですけれども、愛媛県から越島選手、前走タイムが、1分50秒062というタイムになっております。50秒062、もうちょっと欲しかった。残念無念。さあ、49秒台、いや、せっかくなんですから47秒ぐらいまでね、欲張ってタイムを出してもらいたいなと思いますけども、まあ、いけるのかいけないのか、実力的には全然不可能じゃないタイム。すごいですね、入り込んでからさらに一回り速いタイム、交通のタイムが38秒、これはかなり速い。さあ、そして三浦選手も帰ってきた。三浦選手も帰ってきて、最後の青の回転から引っ掛け、前走が1分54秒。さあ、今今回で1分48秒